予報センターより最新の気象情報をお伝えいたします。現在の雨雲の様子を、今夜から明日にかけては南からの湿った空気の影響、そして前線低気圧の影響、そして南西諸島は台風12号の影響によって一部を除きましてほぼ全国的に雨具が必要な状況ということになります。湿った空気も流れ込みますので体感もかなり蒸し暑くなるということになりますので、雨の対策、暑さ対策というのをですね、今夜から明日にかけて、行っていただければと思います。